アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会のパウエル議長は14日議会下院で証言し量的緩和策の縮小開始の条件を満たすにはまだ遠いとの認識を示しましたパウエル議長は現在のインフレ率の著しい上昇は一時的と明言した上で FRB とほぼすべての予測機関が低下に転じると信じている中で 引き締めに動くのは誤りだと主張しました。